から始まります。最初のポイント張りです、はい、逆に宇田が1球目からストップしてきたので、はい、ちょっと積極性というかちょっと緊張している可能性があります。そうですね、ちょっと様子を見ているような感じも私もありました、はい、このまま飲まれないといいですね、この決勝という雰囲気に、はい、まず打っていくことですね。ね、浮いたと思ったんですけど意外と短かったんですね。ちょっと止まりましたね、はい、ボールが。宇田に始めチキタ、はい、これが宇田の持ち味なんです。プレーをしたいというふうに話しています。打ち合い、この打ち合いポイントは宇田、はい、飲まれないといいですねというお話だったんですが、3ポイント追いつきました、はい、はい、先ほど宮崎さんがおっしゃった通り1点を取ったことによってちょっとだけこうリラックスできたというか、いい意味で自分を解放できているんじゃないかなというふうに思います。また打ち合い振っていきましたが、はい、これを言う気持ちがないとダメですね。張本のチキータポイントにつながりました。チキータが冴えてますね。そうですね、回転かかってる、体もちゃんと入れて思い切って攻めていますね。攻めていったがあったんですけれども、確かに今大会の張本の言葉聞いていますと、ま、心をテーマにした話がですね本人からよく出てくるんですね、はい、プレーを見ていてもそうですし、そうですか、はい、今までうまくコントロールをしながら大事な場面ではそのボールを大事にして入れていって、その中でチャンスを見つけて攻めるボールだったりとか、こう調整がうまくなったなっていう印象を受けます。自分の心を抑えながら、こういう言葉が今大会張本から出てきました。まだ高校1年生ですよ。16歳です、はい、安定してる張本が上だという進み方ですね。まあ、張本はこのまんまのペースで来るでしょうね。打っていったのはやはり宇田。この宇田選手の攻めがこう張本選手もつられてこうどんどん行ってしまわないかが心配ですね。そうだよね、はい、こうつられてしまうといいますか。あ、そうですか、はいはい、誘われてそのままこうおびき出されるようについていってしまうとちょっと危ないかな、ちょっとあるのかなっていうふうに感じますね。速いサーブ、バッククロスから張本のフォアへのシュートドライブが得意なんですよ、はい、それを待ってたんですね。でストレートに来たからちょっと遅れてしまった。打っていく張本、おっと抜いたんです、ボールが来ました。まあ戸上といい宇田といい張本にノータッチを食らわせるといいですね。確かに軌道の強打でした宇田。8対8深原さん、今のいいサーブでしたね。いやすごい、バックスイングが大きくて、ダンと出したからロングサーブに見えたんでしょうね。ただツーバウンドサーブだった。宇田選手こう出るか出ないかのボールに対しての判断力がすごくいいなと思ったんですけれども、それを上回るサービスでしたね。そうね、あっとネットイン取った、おお両者ここでまず、はい、よく取った、ネットがついた、またこれもよく取った。ここも落ち着いてしっかりと点を決めましたね、はい、両者譲らず第1ゲーム9対9。長いボールは、いやーこれゲーム、いやでも度胸のある選択ですね。悪くないサーブでしたね、はい、今度はネット際ですけれども、こう張本選手の中にこう残っているので、こうちょっとやっぱ意識してしまいますね、はい、そうすることによってちょっとレシーブが遅れてしまいました。ここからサービス1本5対ついていく宇田、振る張本11対、次はチキータ下げられた、ついていったか、アウト、つけた張本の攻めでした。ちょっとレシーブとか甘かったんですけど、なんとかラリーでね、長いラリーになれば張本の方が強いですからね。そうですか、はい、
打球点が早い張本かな、惜しい、はい、打球点のことをものすごく意識して、どちらかといったらコースっていうイメージではなかったんですけれども、はい、今この打球点とプラスチキータで一発でレシーブですよ、ほとんど動けず張本、その組んでいますとサービスやレシーブっていうのはお互いの3球目や4球目のためにこう手の内をお互いばらすので、シングルスになった時どんなサーブを出したのか回転とかも全部教えなきゃいけないので、ダブルスになった時にちょっとやりにくいですね、はい、払う動き、宇田が今のいいフリックしましたね、これフォアハンドで乗り出して、そんなに高くないですよ、ラブオールのボールとこの8、9のボールが全く同じような感じですね、こう、そうですよね、精神状態として、はい、この第2持ち上げる、宇田の得意技でもあるんですよ、そうなんですね、はい、第3ゲーム張本のサービスから小上とやった時の最終のあの思い切りがないとこのままで危ないですね、そうですね、はい、フォア、ここも両親と積極性と両方うまく切り替えるようになれば小上戦のようなことが起きるんじゃないかなと思います、はい、強い打球、やはり心が思い切ってきた証拠ですよね、普通はこれ持ち上げるループドライブになるんですけど、そうですね、ちょっと吹っ切れた感じもしますね、はいはい、回り込んで姿勢になった時にどれだけ普段の自分のプレーが出せるか、これをテーマに挙げている張本、速いテンポの打ち合い、張本、はい、狙ってで宇田選手のバックに深く攻める、宇田選手をいかに大きく動かすかってことを考えていると思います、あやはりそのボールできました、はい、同じ打球ですね、そうです、もう2回やった打球ですね、これちょっとこう横下打ってるんですよ、だからネットミスするんです、あれ長いボールなかったと思います、振っていきました、2得点、その前にフォアからバックへのボールが多かったので、このボール打選手きちんと待っていたと思います、今度は通じなかったですかね、いや何回も通じませんよね、ドライブではなくこのボール弾きましたね、はい、弾きましたね、あ打ち方変えたんですね、はい、張本ミート打ちをしてきましたね、そうなんですか、あの当たるなんていうかな、時間が短く なるので、回転を力というか打球で殺すイメージですね、選手と対戦する中で追い込まれた時にどう自分のプレーができるのかどうか、それを学んだと言います、ね、入るのがね、そうですか、はい、回り込んで、いやネット前を落とした、決まってましたね、ずっとバックハンド上回転でこう調整していたので、今のボール下回転がいきなり来たのでちょっとびっくりしてしまったのか、はい、ついていけませんでした、宇田立ち切った、惜しい、フォアで打とうかバックで打とうか悩むところを、フォアで打とうと決めたのがもう遅かったですね、はい、打っていった、持ち上げる、対面宇田勝てば初優勝、宇田のサービスから第4ゲームです、強い、いやー
今度は前後に張本が強弱をつけ、打っていったのは宇田、この攻めの姿勢抜けて、主導権握りつつあるんでしょうか。そうですね、ちょっとギアを上げてきたイメージがありますね、はい、ただ宇田選手この3本中2本フォア前に下回転が来ていて、このボールを長く深く行くチャンスがあったのにフォア側に行ってしまいましたね。持ち上げる、この持ち上げたボールが癖玉なんですよね。ずっと速いだけのラリアと慣れてしまうんですけれども、はい、こういう緩急をつけることによって嫌な間がいきますね。はい、そうですね、ここのフォア前をダブルストップじゃなくてこうやってフリックするっていうことはもう思い切ろうっていう心がね前面に出てる証拠ですね。続けます、今度は回り込んでチキータ。やっぱり卓球はこの次から次へ応酬が面白いですね。そうですね、もう特に強くなりますね。ラリーも増えますし、ボールの威力も上がっていますし、非常にレベルの高い戦いです。振っていきます、チャンスボール。張本選手の良さがすごくこう表現された一球だったと思うんですが、ね、徐々にあのフォア攻めが効いてきてるような気がするね。張本選手の良さがと今福原さんからあります、宇田選手のフォア側にサイドを切るようなボールを送った後にフォアで最後に決める、はい、すごくいいパターンだと思います。張本のブロック返していく、ポイント宇田です。フォアの応酬、バックに行ってしまうと張本選手、宇田選手のフォアに大きくサイドを切るようないいボールがあるので、そのボールが嫌なためにこうフォア側に寄って回り込んで攻めようとしてますね。宇田選手持ち上げる、今度は、ね、回り込みのいい判断でした ね、はい、ね、張本選手この後8対8、打たれるとは思ってないもんね。思い切りましたね、うん、狙っていた、しかし返す張本、ポイントは宇田。いや、お互い素晴らしかったねこれ、張本選手フォアからのストレートがほとんどないので、もう回り込んで待ってしまっていますね宇田選手。もうちょっと張本選手フォアからのストレートを待てた方がいいのかなっていうふうに思いました。宇田ゲームポイント第4ゲーム、時間に落とすストップレシーブで点を取りました張本、振っていた、あっと、ね、いいネットですね、ちょっと気持ちを切り替えられると思います、はいはい、長井さんことができたと思います。再び宇田ゲームポイント宇田取りました。こう2番目っていう感じだったんですが、これでコースまでちょっと意識できていないと、もう単純にちょっと打球の遅い打つ、非常に厳しいまずいパターンになってきましたね、はい、ちょっと足が閉じて、逆回転の長いロング出した、まあ、そこでレシーブミスした、もうここ今畳みかけようとしてますね。おっとネットインです、ポイント張本、まあ、こうですね、このネットがちょっと精神状態に影響しますね、はい、ブロックの持ち上げる、
2つ両方、まあ、できればもちろんいいんですけれども、できないと思うのでどちらかしっかりと一つを守り抜くということをした方がいいと思います。この受け早い打球点で打たれるとさすがの張本もね、なかなか安定して取れませんよ。常にこう差し込まれている感じに見えます。はいはい、まあ、これ張本、相手が張本だから宇田もこれだけ思い切れるんですね。はい、おっと張本選手押されてますね。はい、素晴らしいプレーですね。少しざわめきが起こっています。はい、いや今のパターンで取って田選手フォアで攻めてチャンスボールを今度フォア側に抜くというパターンでしたね。ここでストレートに来ました。福原さんどうなんでしょうか。はい、宇田選手を思い切って狙ってきたんですがちょっと入らなかったですね。はいはい、ただこの5点張本選手が取っているボールほとんど宇田選手のミスなんですよね。相手のミスを拾って点を重ねているようなイメージなのでちょっともうちょっとここも攻めるのは宇田、あーっとポイントにつながるのかなって思うんですが追いつきました張本。こう流れを変えるようなボールを打ちたいですね。はい、張本選手回り込んだ福原さんが一つ張本に対してこのコース取りですね。そうですね、はい、ストレートがちょっと足りないのかなと思います。このゲーム何本かそういう攻めが見られます張本。宇田としてはね行くしかありませんからね。長いサーブブロックで返す張本打って反撃ですが、もう宇田選手がラケットを持って待ってるところに打ってしまった感じですよね。そうです、ここで待ってましたね。もうちょっとミドル狙うとかストレートが難しかったらまた変わっていたと思います。知り尽くした両者による決勝。打っていくな高いように見えるんですが高いですね。その思い切りがほとんど入ってきてますね。防戦主勢に回っている張本。はい、最後まで攻め切るか宇田。いや攻め高いサーブここも打っていく宇田。長いサーブできた。アウト。張本の底力追いついた第5ゲーム。ここからサービス1本ずつ交代。チャンピオンシップポイントをつかまれてからポイントを返した張本。狙っていた。あった。宇田もこれ今回 1,2 番で早いチキータですよ。それを待ってました。今度は張本ゲームポイントです。持ち上げる次の打球ブロックで返す張本。宇田は攻めるブロックの張本。宇田のサービスから始まります。ちょっとネットがついたりとか張本選手ラッキーなことが多いですね。そうね。回り込んでストレートポイントをつかみながらですね追いつかれてしまった。そして逆転を許してしまった。宇田の心境を思い測っていただくといかがでしょう。いやもう残ってるね。早いところ気持ちを切り替えてすぐに試合は流れていくのでこう気持ちを切り替えることが大事です。ストレートですね。かかってきましたね。まあ、女子の決勝が終わってね、早田ひなさんが卓球が楽しくないとダメですよね。やっぱり苦しいと思ったらダメ。やってるたびに本当に調子が上がってきている印象がありますね。もう自分の気持ちの切り替えですね。吹っ切るようなボールを打つとか、
技術出すとかそういったものを出すと野田選手見ている感じだとまだ吹っ切れてないのかなとちょっと心の中に残っていてこう目の前の一本に入り込めてない感じがしますね。一つこう歯車が張本選手方向に回り出した感じがします、はい、まあ、逆転して逆に張本は楽しくなってるって感じだよね。そうですね、はい、何か余裕を感じる張本の、はい、選手の方が、ええ、で選手というのはなかなか取らないんですよ強気ですから、はい、それでちょっと、まあ冷静さは絶対コーチの方が持ってますからね。コーチに主導権を持たせた方が本当はいいんですよね。おお、すごいすごいプレーでしたね。高速卓球ですよね選手。振っていた連続ストレートにコースを変えたことによって宇田選手ミスしてしまいました、はい、ちょっとストレート回数が多くなってきたね、はい、